はい、どうも覆面ぼっちです。アニメイトさんの方でまた鬼滅の刃のグッズを購入してまいりました。だらだらオープニングトークに行きたいところなんですけれども、今回はまたねちょっとシンプルに行きたいと思います。まあ何せね開封するグッズが多いのでね、ねまたありますよ、ゆるパレットが。まずはですね、ビビムスのねラバーストラップになります。一応ねこれもねまあ全種類揃えたいなと思っておりまして、まあムービックさんの方でね、あとはまあ到着するのを待っている状況なんですけど、まあ一応ね届けばまあ全種類揃うことにはなりますけれども、実際のアニメイトさんの方で買ってきたものになります。これもねめっちゃねサイズ感もめっちゃあって、しかもまあね僕このまま開けなくてこのまま飾れるかなみたいな、ね、台紙もすごいかっこよかって、一応まあこれは煉獄さんと天元とまあみつりちゃんの3セットのものになっております。デザインもねめっちゃいいんだよ。もう一種類、かなえさんとね、これまたこのラインナップすごいなと思う。かなえさんとかなおしのぶの3人セットっていうことでね、こちらも一緒に買っております。まあなんかね村田さんとかさ、ヤハバスサマルとかね、なんかめちゃめちゃ濃いラインナップもあったりとかっていうのがあるんですけど、楽しみな商品ですね。まあディスプレイするにもねこれはね飾り映えするじゃないかなと思いますけど、まあこのね2種類を購入させていただきました。はい、続いてはねコンテンツシードさんから出ておりますプレートバッジになります。煉獄さん、みつりちゃん、無一郎くん、そしてねこちらのイグロさんのかっこいい、プレートバッジを買ってきたんですけど、今回はねサネミを買ってきました。これもねクリップタイプと安全ピンとっていうことでスーウェイのものになってますけど、めちゃめちゃかっこいいっす。めちゃめちゃかっこいいですね。もうこれはね一応もう全種類集めるつもりで、まあこれからもね探していきたいと思います。続いてはですねピンズコレクションになります。こちらはね、みつりちゃんをモチーフにしたピンズになっております。まあ花がモチーフになってすごいね華やかなピンズですけどね、まあみつりちゃんらしいなっていう感じがしますけど、これもね以前ドンキホーテで買わせてもらったゆぐろさんのピンズがまああるっていうことでみつりちゃんを買わせてもらいました。これもねみつりちゃん1個しかアニメイトさんの方ではなかったんで、まあこれも運命と言っていいんじゃないですかね。飾り映えするこの2人ね、ピンズだけでもさもう涙が出てくるっていうか、ね、この2人やっぱり好きだな本当に。出ましたね。ちょ、もうこっからね地獄のゆるパレットゆるパレットシリーズに向かいたいと思います。ゆるパレットキャラバッジコレクションの A になります。全7種類、一応ね3パック買っております。前回ねちょっとひどいありさまだだったんですけど、まあ、今回はね誰が出るかっていうところで、僕と因縁のあるシリーズになっておりますのでちょっとねお目当てのものが出るかはわかんないんですけど、僕が今ね狙っておりますのは、村田さんと、あとはねまあ親方様も狙いたいな、まああとはかなえさん、しのぶ、かなおと、まあこの3種類がねポンポンポンと出てこればいいかなとは思うんですけど、シュッ、おっしゃっし、きた、ごめんなさい。ちょ、多分。よっしゃ、来たよ。これはもうめちゃめちゃいいじゃん。春日井ガラスがね、親方様に何か報告に来たのかな、みたいなね。妄想を膨らまさせてくれるようなね。いいですね。本当にいいわ。まあ意外にね、シュールなデザインなんですけど、すごい好きですね。シュッ、おー、炭治郎とネズコ。ごめんなさい。なんか、まあいいや。いや、
これはでもいいね。あ、じゃあ一応この4人は僕揃ってますね。うわ、これいいな。すげえほのぼのしてる。めちゃめちゃいいじゃん。すごいほのぼのしたね、情景が思い浮かばされるっていうか。はい、じゃあラスト3袋目。シュッ。わあ、炭治郎とねずこ。ちょっと待って。かぶっちゃったけど。まあでもね。いいでしょう。村田さんとさ、かなえさん、しのぶかなお、まあちょっと出なかったですけど。はい。じゃあこれはね、プレゼント用に入れさせていただきます。ね、ダブリボックスもね、本当に段ボール一箱分ちょっとパンパンになってきちゃったので、本当にお楽しみにしていてください。続いて、ゆるパレットですね。ピンズコレクション、その1の方を買わせていただきました。全9種類。ラインナップは、このような感じになっております。まあね、ちょっとね、どのキャラクターもいいんですよね。個人的に狙いたいのは、善逸&師匠、サビとマコモちゃん、あとね、玉代様、ゆしろう、炭治郎、鋼塚さん、この辺のね、キャラクターをゲットしたいなと。4パック買っております。まあいろいろね、ちょっと自分の中で吟味して選んだつもりなんですが、まあ果たしてお目当てのものが出るかっていうところなんですけど、開けていきたいと思います。せい。お、おー、伊之助めっちゃいいっすね。いやー、やっぱいいな、めっちゃいいな、かっこいい。違うデザインにはなっておりますけど、あー、めっちゃいい。かわいいですね。シュッ。ん？お、やった。うわ、追いかけ回されてる。わー、めっちゃいいっすね。ゆるパレットはなんかすごいな、本当に。言葉がなくても本当にさ、その時のワンシーンが思い浮かんだりとかね。うーわ、これは嬉しいですね。やったー。シュッ。お、炭治郎と善逸。すごい。あー、なんか善逸がなんかダダこねてんのかなとかね。いや、めっちゃいいね。これ、あ、そう、言うの忘れちゃったんですけど、しっかりね、保護できるようにキャップが入っておりますのでね、安心して取り扱いできます。ラストです。いきます。シュッ。せい。おー、玉代様と後ろになります。だー、いいツーショットですねこれ。玉代様のね、この着物もね、すごい美しいですね。後ろがさ、ちゃんとこう左手でさ、こうさってこうね、なんかやってるようなポーズがね、しっかりこう後ろの感じが出てますね。この4種類お目当てのものが、まあ、2つ出てくれたんでね、ちょっと今回いい感じじゃないですかね。早いもので、ラストになりました。ペタンコトレーディングルームキーホルダーということで、全14種あります。まだね、出てないキャラクターたくさんいるのでね、ここで引き当てたいと思います。6袋買っておりますので、一気に開封していきたいと思います。イグロさん、しのぶ、天元、サネミ、この4種類が一応出ております。で、その中にもね、まあダブったものがまああるんですけれども、今回は誰が出るんでしょうか。1袋目。シュッ。おー、やった、みつりちゃんだ。うわ、嬉しい。まあ、めっちゃいいっすよね。もうね、これはいいですね、本当に。いや、今回ちょっと引きがいいぞ。シュッ。おー、義勇さん。すげー。うわ、かっけ。うーわ、
これもまたいいですね。あー、いいね。うわ、これはいいよ。聞きがいいっていうのがね、その推しが出てくれるとかっていうのも、まあもちろんそうなんだけど、まあダブりなくね、こうスポンスポンっていくのもっていうところで、はい。まあ僕基本的にその全種コンプリートを目指したい人なのでね、なるべくこう、はい、まあ行きましょう。3袋目。シュッ。おー、無一郎くん。すげえ。ちょっと。かわいい。かわいいな、これ。うわ、これもいいね。おー、すげえ。やったよ。やべえ。ちょっと今回、すごいぞ。シュッ。お、サネミ。これはね、ダブっております。けどね、本当にね、これかっこいいんだよ。これはね、お得っていうか、集め買いがあるやつじゃないかなと思うんですけど、サネミが来てくれました。プレゼント用にさせていただきたいので、ね、綺麗にしまっておきます。まだ煉獄さんとかね、両名さんとかね、来てないですけど、シュッ！うおー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 うおー出た煉獄さん、うわ、すげえすげえかっけ、うわ、これはすごいですね。うわー、めっちゃいい。え、すげえ犬鳴いてるけど。また犬が鳴いてるよ。はい。シュナウザーです。本当に、まあ、嬉しいね。うわ、これ今回すごいよ。ここでいろいろいいことありすぎてね。もう、すべてのなんか、いい運気を使い果たしちゃったからみたいな。あー、舌が怖いな。はい、じゃあ、6袋目ですかね。ラストになります。はい、じゃあ、いきます。シュッ！おお、おお、イノスケ、おお、やった。やったよ。かわいい。すげえ。素顔の、あれなんですね。ここに被り物があって、みたいな。うわ、やったね。やった。うわー、来ましたね。ということで、アニメイトさんでね、購入させていただいたグッズを開封していきましたけれども、今回はね、ほとんどダブりなくっていうことで、まあ、大勝利と言ってもいいんじゃないかなと、思いますね。最新グッズだったりとかね、最近は過去グッズなんかも、振り返りで開封させてもらってたりするんですけど、まあこういうね、ランダム系の、まあ専門ショップなんかでね、買ってきたものとかもね、どんどん、動画としてね、アップしていきたいと思いますので、これからもね、よろしくお願いしますということで、チャンネル登録をしていただければと思います。でね、また、ジャンプショップなんかもね、行って、まあ、結構また買ってきてますので、まあ、ね、そういうグッズも開封していきたいと思いますのでね、これからもよろしくお願いします。ここからね、ちょっとエンディング、トークということで、見たい方だけ見ていただければと思うんですけど。ちょっとね、以前というか、まあ、オープニングトークでね、いろいろちょっとダラダラ話させてもらってて、編集をしたらね、7分ぐらいのすんげー長いオープニングトークっていうか、になってしまって、まあね、これをね、動画として、採用するか、それともそのまま、まあ、ボツにするかっていうのはちょっと悩みどころなんですけど、まあ、しかも別に大した話でもないので、ね。まあ、でも、聞きたいよって、くだらない話でも聞きたいよっていう方がもしいたら、まあ、どこかの動画にちょっとね、挟み込んで、エンディングトークでこう流して、でもオープニング、まあ、どっちでもいいんですけど、していきたいなと思っておりますので、いろいろお言葉をいただければと思います。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。